本日の司会進行を務めます F6 おそ松役の伊沢ゆきです。よろしくお願いします。えい、それでは皆さん順番にご挨拶と本日の意気込みをお願いします。まずはじゃあからまつ。はい、F6 からまつ役の和田正成と申します。楽しみましょう。お願いします。お願いします。はい、いいよ、拍手いいよ。チョロマツ。はい、S6 チョロマツ役の小野健斗です。よろしくお願いします。お願いします。いきます。 F6 市松役の浅戸優です。よろしくお願いします。お願いします。チラって見んなよ。今日はですね、次の流れなと思ったけど、ちょっとここ一回止めようか。よし、和子ちゃんどうぞ。F6 十四松役の令和の輪に合格の後、真実はいつも一つだけど生まれはしょ。なんでどうした。じゃあ中山優輝だ。おーおい、ちょっと松役のどうしたん声。あ、はい。いやもう、もうさ、また懐かしいな。中山が怒るから。そうだ、どうぞ。どうぞ。めったに怒んないんだから。はい、F6 とどの松役の中山優輝です。よろしくお願いします。お願いします。本日は以上6名でお送りしてまいります。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、また本収録はですね、キャストスタッフ一同、ソーシャルディスタンスを保ちながら最小人数で行っております。ね、ご覧の通り見てください。僕と、中山優輝くんは多分6メートルぐらい離れています。うん、こんぐらいね、開けて感覚を持って。でも気持ちは近いからね。そう、気持ちは近い。あ、和田が笑ってる、ちょっと違う、今はもう滑らすとこなんよ。何がお前が、そうそう、そっち司会進行は濃いの、ちょっと乗ってかないとね。でもさ、和子ちゃんまだ自己紹介してない、大丈夫？あ、そうや、ここちょっとやらせてもらっていいですか。あ、どうぞ。でもどうしよう、面白くない予感がする。めちゃくちゃ面白いかもしれない。シンプルに、シンプルにいつものやつね。では行きます。令和の輪に合格の後、真実はいつも一つ、だけど生まれは昭和だよ、見えない。ありがとうございます、和合真一です。おい、背もたれにもたれちゃったじゃん。名前言いながら和合真一。リクライニング。さあ、本日はですね、こういう形で安心安全を、皆さんでね、保ちつつやってまいりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速トークに移ってまいりましょう。今日はですね、舞台おそ松さん3の公演の話を。何ガサガサしてんの？カバンを後ろから前にやったんだ。今それ大丈夫？指令が入ったんで。指令が入った。あ、指令が入った。俺ちょカンペが見えないかもしれないっていう事件があるんで、ちょっと俺の分かりしてたら言ってない。はい、おそ松さん3の公演の話をするということでです。じゃあまずはですね、せっかくなので動画がありますので、はい、6、節分鬼レンジャーについて話していきましょう。はい、動画お願いします。はい。うわ、懐かしい。そんなこういうことしてたんね。やればできるじゃん。何が何がだよ、本当。自分で見ても恥ずかしいわ。これ改めて見るとマジやばいよ。やばい、ね、すごいよねこれ。何の時間だよ。照明とか映像もこだわってくれてるからさ。そうだよ。ナイスです。ちょっと入ってんだね。ちょっと入ってナイスです。かっこいいよね。いいね。ブスが。何に当たるって気持ちいいね。もっとちょうだい。君たちの準備してる。左手用意してなかった今。鬼のパンツはいいもん。鬼レッド、いい体してるじゃん。この時は鬼ピンク、この時腹筋毎日3回やってたもん。3回やってた。嬉しい嬉しい。ていうかこれさ、やっぱさ、僕はこの鬼レンジャー見るとどうしてもね、俺も思い出すよ。もうあれしか思い浮かばない。あれはやばい。ミステリアスパープル。あれでしかないね。鬼パープル。パープル2回言う。めっちゃパープルって。間違ってないでしょ。間違ってるよ。間違ってないでしょ。ミステリアスクールだから。いや、ミステリアスパープルも間違ってないじゃん。だから。間違ってないけど、はい、改めて鬼パープルって言う必要もなかった。じゃあ鬼クールって言った方がよかった、やっぱり。鬼クールっていう。ミステリアスパープル。鬼クールって言おうか。うん、そのままパープルで行くのか。鬼クールの方が笑わんかった、俺らは。そう、俺も何が間違ってたんだ。ちょっと悩んだ、まあってミステリアパープル、鬼パープル。いやでもちょっと悩んだまは、もう一緒にやってるみんなしか分かんないよ、まだ。いや、まあ、あれは違う、でも朝とのこと言ってるけど、こいつも一番ひどいのやってるから。やってる、マジで。あれ、ゲネプロだっけ。ゲネプロか初日に、初日か本番だっけ。もう俺の前でさ、それぞれ確か初日だった気がする。今和合ちゃんがさ、脱いだ後にさ、鬼レッド鬼ブルーとかいうのこいつ揉めちゃおう。
ためにため何やった鬼イエロー鬼イエロー、いやそれはおかしいやろ、だからいやもう俺は明らかな間違いや、鬼イエロー、もうめっちゃ言って言っちゃったから、そうしようってなって、俺とさケンちゃんはさもうだめだ勢いで行こうと思った、こいつ笑って笑うやろ、見えなかったもんね、意味わかんないもんマジで意味わかんなくないあれはね、もう本当に忘れちゃった、ね、もうそんなレッドが出てこない、レッドが忘れちゃったのそしたらさ、いやいや、あれさ、あの時あのその前にワゴちゃんのあの脱ぐ下り、あ、そう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 、ちょっと待たっちゃった、ちょっとワゴちゃんね、手こずったんだよ、手こずったよね、そうそうそう、 あったんだよね、なんか一生懸命練習して、みんなワゴちゃんのこと心配してて、 そうそうそう、それが残ってたんだ、イエローが残ってたそれが俺イエロー、涙出てきた、やばあれはめちゃくちゃイエローだよなんとかごまかそうとしてる意図だけは、そうだね、そう確かにね、あれはめちゃめちゃ笑ったじゃあ次も行きましょう、次はですね、6について話しましょう、こちらは2つ映像を用意しております、まず1つ目どうぞ、はい、おいあ、最初だね、最初ですね、これはあの僕がこう仲間を増やしていく、増やしていくっていう、なんかこれも途中から進化してたよね、なんだこの指使いは、超絶技巧とはこのことか、ギリギリだからなこれ、あおおおおおすごいすごい、なんて素敵な指使いなんだ、しかもなんてメロディアスなんだ、うわあ、すいません、地味にこの体勢きつくない、痛かった、あ、伝説の、すごいこれは伝説、これはトッキー、伝説の回やん、これはもう中山が珍しくやったし、やったね、いや、みんな笑って何にもできなかったもんね、この後やばいよ、これ2500人の前で桃食べてる、これってなんかセクシーだよね、あ、口の周りびちゃびちゃ、こちらで拭いて、雑なんだよな、ありがとう、さあ、今日のパフォーマンスの最後は、かわいいな、炭酸飲料飲んだの2人のゲップをお届けするよなんだっけ、炭酸詰まったんだっけ、いや、タピオカ、タピオカだ、タピオカだ、で、ずっとむせてたね、そう、の喉ジャストフィットしたから、いや、もうこれはもう、これもう伊沢が終わってたね、いや、終わってたよ、だってもう涙目だったんでしょ、いや、そう、涙目だったし、しゃべりもきつかった、まあ、だって、っこいつマジで一回舞台中、ちょっと待ってくれって言ってた、ね、一回笑わせて、笑わせて、いや、すごかったあれ、究極の回だったな、いや、本当にね、2回は出ない、で俺もさ、なんか気使って大丈夫ってずっと言ってるんだけどさ、マイク入ってなかったです、どうだったのマー君、このシーンは、いや、毎回結構マジで嫌だった、これの時の朝と大っ嫌いマジで、おい、お前、おへそをグッとするな、ずっと顔笑ってこれ、ずっと笑ってんだよ、俺の顔見て、笑ってニヤニヤしながら、もう映ってないのに笑ってないよ、和合ちゃんはあれがあれだし、あれがあれで、あれだあれがあれで、せめてこっちもやれ、おい、何してんの、おい、肉をだ、おい、これよく撮ったやつ、よく撮ったやつ、すごいマジよく撮ったよ、おい、食べ物粗末にしちゃいけない、おい、待て、おいそうだ、おい、もうこれがおいしいんか、意味わからんのよ、舞台上の前に連れてかれるっていう、おい、待って、おい、そうだ、おい、で、笑ったら下ろすはずなんだけど、下ろさない、貴様ら、笑ったで、見て、浅田だけ見て、浅田だけ見て、離さないこいつマジでで、俺階段でさ、あれやんなきゃいけないからさ、走って戻るで、わざわざここの体勢になってこれは、これはやりたいや、そう、これはやりたいや、大変だったどう、こんなの君がしたことない、いや見たことない景色なんじゃないか、こいつら本当バカだ、うん、俺もそう思うよ俺もそう思う、ケンティ笑ってる、でもこの辺とかもケントは6の時基本ニコニコしてるから微笑ましいね、でもね、楽しかったね、いや、タピオカはでも結構やっぱやばいね、あれでも知らない人いるから説明した方がいいんじゃない、ね、タピオカね、じゃあちょっとゆうくんから、そう、そのタピオカを飲んで、その飲んでる音とかを、その咀嚼音とかそういうのをみんなに楽しんでもらうっていうコーナーだったんだけど、うん、そのタピオカをズボボボみたいな音がいいよっていう、ね、すする音がね、そう、その演出の小野さんにちょっと待って、めちゃくちゃこぼしてんだけど水、お水こぼすない、何してんの、はい、どうぞ
話しにくい音なんね、タピオカが詰まっちゃったんだよ ね、 あれね。そう、まあ、その小野さん、演出の小野さんに、うん、そのもう音を結構出した方が面白いから、うんうんうん、ちょっと頑張って音を出してやってみようかって言われて、うん、じゃあちょっと気合い入れて思いっきり吸おうと思って吸ったら、本当に丸いタピオカの1個が喉にスポーンって入ったんだよね。でもまあ喋れるじゃない、うん、まだ、うん、本当に窒息はしてないから、うん、だからそれでいけると思ってビーコッて言ってた。ゴッ裏で信じられないぐらい笑ってたもん。信じられないぐらい笑ってた。そう、しかも一回さ収まったんだよ。収まったの。でもまたビーコッてまた咳込み始めて、あのね、7粒ぐらい吸ったのその時、うん、でそのうちの1個が引っかかったの。なるほどね。あってなって、やばいってなって、で1個そのビーコッがれて止まってやばい喋れないってなって、でも無理やり飲み込んだの。でも4粒ぐらい残ってたから4ぐらいだったらいけるだろうと思って、うん、で4の中行ったら4分の1またビーコッえ、だってさ、あれさ、裏にいるじゃん。で裏に、ね、出ていくじゃん俺ら、うん、でめっちゃそっから壺に入ったじゃん。いやもうあれなんで、なんで、あのね、いや違うんですよ、なんかわかんない、一回収まったの裏では、うん、ただこれちょっと本人見たら笑っちゃうなって思っちゃって、わかる、そう、であんだけ咳込んでたのに今頑張って喋ってるんだとかちょっと思っちゃったら、いろいろ考えちゃうとね、そう笑っちゃって、わかるわ。でああいう時って笑っちゃい、まあ芝居してる時ってもちろんさ、うん、その余計な笑いってあんま良くないじゃん、うんうんうん、だから笑っちゃいけないって考えれば考えるほど面白くなっちゃってでも一旦笑わせてっつって、もうその笑ったら多分治るかなと思って一旦笑わせてって言ってたの。言ってたもん、ちゃんと舞台上で言ってたもん。で爆笑して近づいて言ったら、もう目が信じられないほど涙目になった。いや泣いてた、めちゃくちゃ泣いてた。なんで見るそれ、目見んかったんや、大体分かろうが。いやもうね、じゃなんか君はなんかキーボードでみたいな感じでやってたじゃん、うん、でキーボードでつってみた瞬間にもう目がもう真っ赤っか、もう充血してたから、すみません、もうそこを言ったけど、だっておめえらふざけんなって出てきた。もうあれはもう俺がもう、あれはもうだから俺よ、言ったらいつもの中山のポジション、俺がちゃんと引き締めないとマジで終わると思って、ね、最後だもん、マジでちょっと怒って出てた。俺はあれはいつもだったらそっち側にいるから、ちょっと怒って入るとこの状況でもいけると思う。 でもその後、うん、めちゃくちゃおへそを押されてるからね。違う違う、それお前が悪い。あれでもあれはもう芝居だから、芝居の一環だから、あれ技じゃないから。ケンティとかさ、割と一番最初の頃に出会ってるからさ、このシーン結構長かった。長い。そうだね。そう、どうだったの、やっぱみんなとこうなんか仲間にしていく過程とかってやっぱ面白くない？面白かった。でまあ俺はなんかもうでも伊沢がさ、こう主導権だったからさ、うん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 、まあ、2段の時も確か早かったよね、うん、一番最初にここが、あ、クエストの時、あ、クエストだね、そうだ、最初だ、出会って、あ、滑り台で落ちてきた時ね。そう、あ、懐かしい、カランカランカランってなるやつ、懐かしい。そうだから結構割と一番最初の頃からね、うん、出会って仲間にしていくみたいな感じがありましたけども、まあ楽しかったですね。楽しかったですね、あれは。はい、じゃあそれでは次はですね、これはあのツアーファイナル、まあライブ本番中みたいな感じのやつなんですけども、はいはい、ちょっとこちら見ていきましょう。おい、贅沢に使ってんな。すごいな。メンバー紹介させとる。すごいな。OK、まずはオンギタービューティージュニアス、超絶技巧の指使い、松野チョロバックス。OK、ナイス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 。だん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 、でもお客さんもさ、その人の色に変えてくれるよね。そうだね、ありがたいよね。嬉しいよね。かっこいいよね、この。かっこいい。何がしたいの、お前は。マジで、何したいの。めっちゃ我慢してるわ。分かんない。え、何、やべえな。テレちゃん、テレちゃん。やめろ。やめろ。サディスファクション。みんな今大きな声を出してくれたよな。その大きな声、この俺たちの最後の指に見せてくれ。俺も意外と練習したよな。練習したよ、めちゃくちゃしたわ。これ結構マジでこれ結構シビアだったよね、タイミングとかさ。難しかった、難しかったよね、これ。俺もうこれでくじけそうになってた。いや、めっちゃ苦労したね。しかもこれみんなさ、この弾き語りちゃんとやってるように見せないとさ、ね、それさ、ちゃんとこう、ふわりっていうかメロディに合わせた指とかもあってさ、そのちゃんと弾いてる人たちの動きをちゃんと真似したもんね、うん、動画撮ってもらったもんね。そうね、うん、
からないシルクイン役で、ええ、サディスファクションどうもありがとう。いや振りなのよ。そうなのよ振りなのよ、うん、ファンタスティックエクスタシー。いやこれ振りを思い出すね。思い出す、うん、稽古中を思い出す、ね、大丈夫なのかなこれみたいな感じだもんね。いやどうなのワゴリこのこのシーン。だから本当に音を聞きながら何の音だろうねこれはみたいな感じで、ね、なんかそれっぽく聞こえるようなやつを全部集めてきて、うん、それでタイミング合わせてやってて、まあそうだね、だから本番中もねなんか変わったんだよねやっぱ小物が若干。そうなんだ。そうそう。なんかあれだったじゃん。やこの音違うって足りねってやつ、ね。あの激安の電動で売ってるやつね。マジで。そうなんだ。激安の電動。いやあれ使ってくるってすごいよね。すごいよな、ね、あれを舞台上に出すってすごいよな、ね。なかなか見ないじゃん。うん、すごいよ。一人だけ楽器じゃないから。そうそう。楽器じゃない本当に。パーカッションみたいな。バン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 鳴らしてたから。確かにね。うん、ドラムインのにパーカッションいるって謎だけ違いない。本当だよ。まあ、でもあのキーボードの下りとかも絡みすごい好きだったけどね。あーね、寄ってきてくれたやつね。最弾くやつ、ジャン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 とか、うんうんうん、あとはまあ、カラマツのね。もうあれはもう地獄だったね。違うよ、俺さ、違う、最初、もうあれさ、ほんとギリだったじゃん。どうすんのこのシーンみたいなのがギリギリまで決まらなくて。本当にそう。で、稽古終わる5日前ぐらいに5枚ぐらい譜面渡されたんだ俺。ふざけんなっつって。あ、そうだっけ。そうだよ。そうで、これ見てっつってみんな見てたじゃん。その時の和田をなだめるのは大変だった。いや、なだめてない。俺もう一人になったんだよ。これ一回俺ちょっと怒ってくるわっつって。さすがにね、あれはダメよ。あ、そっか。そうだよ。だから俺、ドラムしかもさ、むっちゃむずいのよ。むずい。そう、しかも後ろで全部弾かないといけなくて、俺は。そうだね。で、そのみんなの分のやつと、ソロのやつと、で、その2日後ぐらいに動画送られてきたの、プロの人の、はい、覚えれるかい。本当だよね。そうそう、確かに。あれはちょっと大変だったな、俺の心が。だから、マー君のカラマツだけ俺が弾いてたもんね。あ、そうそう、俺のね。そうそうそう、やってる時ね。ソロの時だけ、確かに自分でバーンって割ってさ。そうそうそう、割るやつ。面白かったね。あれ割れるのもやね。肉食系肉ね。あ、そうそう。もう忘れちゃった。何でしたっけ俺。なんだっけな。見て見て見て。すげえみたいなね。肉肉。ちょっとアホみたいなことやってましたけども。野菜も食えよ。言ってたわ。言ってましたね。でもなんか、ほらあそこもともとあのおそ松さん3で入る前からそのアンフィシアターで最初のさサティスファクションのライブで入ってたじゃん。うんうん、ちょっとライブ感覚だったよ、ね。まあそうだね。なんかあの感じすごい懐かしかったなと思ったけど。しかもあれで、ね、下から上がってくるっていうね。すごいよね。確かに確かに。よかったねあれ。あの競り上がってくる。あいつらが。はい、本当に。さあ、以上で舞台おそ松さんオンステージ6メンズショータイム3発売記念トークを終了となります、はい、それでは最後まで見ていただきましてありがとうございました。ありがとう。またお会いしましょう。バイバーイ。最高サンクス。バイバーイ。